やっぱりいたか。ミケが君の匂いがすると言うから本当にいるかどうか確かめに来たんだ。お前の匂いはもう覚えた。何か特別な力を秘めている。はっきりとは分からんが。そうだぞ、ミケさんの鼻はすげえからな。いや、なんとなくだがな。しかし大きくは外してないだろう。実際のところはミケ本人にしかわからないんだから、あんまり真に受けない方がいいかもしれないよ。ところで兵団の仕事には慣れたか。知りたいことがあればこいつらに聞くといい。二人とも優秀な兵士だからな。何かあればいつでも俺たちに相談してくれ。今は何か聞きたいことはあるか。そうだ、兵士としての強い覚悟を持てるかどうかかな。覚悟がないといざという時迷いが出るからね。じゃあそういうことだから、これからも何かあれば気軽に聞いてくれ。ああ、戦い方のコツとか兵士としての心構えなんかは先輩兵士としてそれなりに助言できると思うからね。今任務から戻ったとこだ。もしかしてわざわざ出迎えに来てくれたのか。冗談だよ。そんなことより俺たちの活躍をお前にも見せたかったぜ。討伐記録をまた更新しちまったよ。だけどケルガーの戦い方は褒められたもんじゃないよ。刃もガスも消耗しすぎなんだ。これが俺のやり方なんだよ。とはいえ今回は補給物資に余裕があったし、地形にも恵まれてたから無事に済んだのかもしれねえな。例えばガスと刃が残り少ない状況で激戦に放り出された、君ならどう対処する？俺みたいな奴に物資を渡したらすぐに使い切っちまうだろうぜ。だけど考え方としては悪くないと思うよ。自分だけでなく味方全体を見て判断すべきことだからね。とにかくいろんな状況を想定してあらかじめどう対処するかを考えておいた方がいい。そうじゃないといざという時に腹をくくれないからね。よし、今日の講義はここまでだ。さあ飲みに行くぞ。おい、お前もつけ。ケルガー、そういう誘いはコヌクがもっと大人になってからだよ。はいはい、じゃあまたな。おお、ちょうどいいところに来たな。今ミケに言われて君を呼びに行くところだったんだ。特訓希望なのか。いい心掛けだな。それでこの子に何の用だったの？次に予定されている壁外任務に参加してもらう。俺たちの班に加えるってことですか？あ、ただし俺は別の任務があるから。ならばゲルバ、お前らでこいつの面倒を見てやれ。というわけだ。しっかり準備しておけよ。ミケさんもお前の素質には期待してんだろ。私たちだって君の成長を見てみたいしね。ああ、しっかりと見極めてやるから張り切っていけよ。任務ではよく働いてくれていたようだね。もっと面倒見てやるつもりだったんだが、その必要もなかったな。さてと、お前も疲れてるだろうから任務の反省会はまた今度ってことでいいよな。
で、壁外での任務、お前としてはどうだったんだ。頼もしいじゃないか。強がってるんだとしても大したもんだよ。どんな状況でも冷静に対応できていたようだし、君となら今後一緒に組むことになってもうまくやりそうだ。肝の座り方は新兵とは思えないくらいだったぜ。お前はやっぱり調査兵団の兵士に向いてるんだよ。そうだろ、偉大な先輩がいてよかったな。ゲルガ、少しはこの子の謙虚さを学んだらどうだい。まあ、とにかくお前が将来有望なのは分かった。これからも死なねえように頑張れよ。仲間と協力してしぶとく生き残ってこそ優秀な調査兵になれるからね。よし、今日の講義はここまでだ。さあ飲みに行くぞ。おい、お前もつけ。また言ってるよ。